どうも皆さんこんにちは、プロフットバックプレイヤーの石田大志です。今日は久しぶりに講演を行うことになりました。ジャパンサッカーカレッジという新潟県の、聖籠町というところに来ています。さっき1時間半ぐらい高速乗り継いで、到着しました。今ね14時22分なんですけど、約1時間後の15時15分から、講演をしてきますので、生徒は、専門学生1年生で、年齢は19歳から34歳の方に、講演をしてきます。30人ぐらいみたいですね。はい、やってきますので、ただ時間長くて1時間半もやるので、生徒たちが飽きないようにいろいろとお伝えできればと思います。それでは行ってきます。今めちゃくちゃいいですけど、雪で汚れちゃいました。ジャパンサッカーカレッジ到着しました。控室に到着しました。まあ、これからあと今ね4月28日、3時前ですけど、3時15分から始まるので、今からウォーミングアップをしたいと思います。まあ、最初に公演の前にパフォーマンスをして、みんなにねフットバックというのはどういうものか動きを見てもらおうとやりますので、頑張ってきます。これマスクね、こっちに6番かな、こっちか、あのノッドのマスクなんですけど、あのこれをつけながら、ね、新型コロナウイルスの影響があるんで、ね、やっていきます。まあ、今ちょっと練習するんで外します。今日フットバッグはこれを、これとこれを使います。パフォーマンス用ので、あとはこういったね、これ自分で縫ったフットバッグなんですけど、これトモロー君のバッグでもう穴開いてしまいました。あとはこれもトモロー君のやつ、これハニヤバッグ。まあこういった構成で、ちょっと練習はこっちをね使いながら、ウォーミングアップしていきたいと思います。無事にジャパンサッカーカレッジで、講演会を終えてきました。1時間半喋りっぱなしで、僕は全然大丈夫なんですけど、学生がね聞くの大変だったと思いますが、みんな、寝ることもなくみんな聞いてくれました。ありがとうございました。あのまたこういった機会、ぜひジャパンサッカーカレッジさんといろいろとやっていければと思いますので、またこういった動画でもお伝えできればと思います。この動画が良かったなと思ったら、チャンネル登録、高評価、コメントもぜひお待ちしております。よろしくお願いします。以上、プロフットバックプレイヤー石田大志でした。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。